こんにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話を言いながら大相撲の世界を伝えするまっちゃんねるです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの岩武蔵です。はい、いよいよねこの5月場所が、そうですね、昨日始まりました。はい、まあ、今回はね非常に異例なことがありまして、はい、出世披露が昨日行われたんですね。そうですね、3月、まあ、それも東京でやったんですけども、うん、前相撲もなかったんですよ。の初日に出世披露という形で、うん、あの番付に載ってるのですぐに取り組みがあるのかなと思ったら誰もね取り組みがないので、あれでと最初思ったんです。初日の終わり見たら、序ノ口の10枚目ぐらいの取り組みから始まったんで、うん、あれ新庄の力士はいつするんやろうと思ってたら、うん、新庄出世披露が3段目の途中で書いてあったんで、うん、あ、これが終わってから取り組みが、うん、始まるんか。今日の取り組み見たら全員乗ってました。はい、代表からね、入ったので、はい、非常にイレギュラーなんですけども、初日と2日目の分け方っていうのが全然ね、そうですね、また今場所の新弟子の前相撲は3日目4日目ぐらいから始まるんじゃないですかね。中日に新庄出世披露があるっていうことだったんでね、いろいろ有望な力士がね、まあそうですね、入ったみたいです、ね、昨日の取り組みの途中に紹介されてましたけども、何々大学から来たとかね、高校相撲とか何をやってたとかいうことで、ね、うん、そうですね、まあ、その中でね、清野花っていう力士が、お父さんも、はい、お兄さんも力士ですっていうことなんですけど、はい、そのお父さんというのがもうよく知っている部屋の部屋の清田って言って、幕下のもう上位一桁まで行ったような力士なんですけど、そうですね、私よりも3、4年下の後輩ですかね、同じ時代に、うん、やって辞めてからもね、福島に行った時に郡山ですかね、はい、親方のもう先輩とかそんなぐらいの人、うん、まあその人の店に「こんにちは」って言いに行ったら、うん、最初ね「新聞いらないよ」って言って新聞勧誘のおっちゃんと間違えられて「あ、ちょっと武蔵川部屋で」とか言ったら、ちょっと奥にいたのが今場所デビューした清野花のお父さんで、清田さんで「ああ松山さん、なんかどうしたんですか？」とか言って後ろからね、あ、なんか私も清田さんが出てきてくれたから、うん、なんかちょっとホッとして、そうですね、もうその前から新聞いらないよって言われて、まあ清田さんとはね結構まあ親しい仲、まあ話よう話しましたよ、うん、そうですね、はい、まあぜひねこうまた兄弟揃って関取目指してほしいなっていうふうに、ね、そうですね、はい、はい、それでね昨日から始まって、はあ、綺麗にもう三役以上全員勝つ、うん、何年ぶりかというか珍しいですよね。そうですね。大体大関3人4人が初の日に全員勝つということ自体がね、最近なかなかね、それぞれの持ち味が出た相撲で初日を終えてたと思います。そうですね。はい。それで解説が北の富士さんと舞の海さんだったんですけど、はいはい、ちょっとね北の富士さんが、ねね、まあまあ、お年もあるんでしょうけど、まあ、ああいう解説ちょっとね、まあ、言い方があるんですけども、ちょっととぼけたような、反応をする時が、とかちょっと毒舌であったりとかねして楽しいんですけども、やっぱりね、まあ、もう私も79歳でいらっしゃるんで ね、まあ、もちろんね若々しくてお元気でではあるんですけどもね。うん、そうですね、そのテレビで解説してるっていうのも、まあ北の富士さんもこう張りがあるんじゃないでしょうか。まあでもなんか舞の海さんが問いかけたのにちょっと返事がなかったとか、で実況の方が北の富士さん舞の海さんがって言ったら「とか言ってる感じで、うん、まあうどしもう落ち着いている、もう大御所ですよ。でもそれでもね、もうそろそろもうゆっくりしていただいてもいいかななんていうのも、でもね、なかなか難しいんでしょうね、解説、うん、NHK の中ではもうすごい重宝されてる、うん、まあ北の富士さんも舞の海さんも一応相撲協会からは離れた立場っていうことで、そういう、そうですね、専属になってるんですけども、なんかいつの時代でもそういう人いますよね、うん、す私のちっちゃい頃見てる時は、うん、玉の海さんと神風さんのどっちかが出てきてね、うん、そうですかね。どうですか、これから先ね、まあその相撲から離れた人とかも含めてね、うん、これからそういう解説なんかやったらうまいんじゃないか、面白いんじゃないかなっていう、いや、まあ相撲から離れた人の名前がなかなか浮かび上がらないし、ここにいる人の名前言ってもね、まだ教会にいるの、いや、まあ教会にいる人の中でも、あ、私が面白いなって思う解説の方ですか、稀勢の里なんかはすごいなんか
そうですね、口調もうまいし、なんか伝わるような、あの話し方して、面白いです。そうですね。それで先場所でしたから、ちょっとぐさっとするようなね、これで大野賞を持ってるようでしたら伸びませんよっていう、そういう、ね、指摘的な視点がね、素晴らしい。そうなんです。もう、まあ、そう言えるのも、やめたばっかりの横綱で、かつ協会に残ってるから、そういうようにずくさっていうことも言えるんでしょうけど、でもね、視点とか相撲 の、 取り口とかの解説はすごい上手いと思いますね。やっぱりね、幕下以下の解説とか聞いてると、まだまだ慣れな親方とかもいらっしゃってね、相撲をずっとやってて、やめたから解説に来てくださいでね、そうにはね、なかなか難しいと思いますけど、私いつもよく言うのがね、舞の海さんでも初めて解説者になった時はすごく ね、 ね、やっぱりこっちもこう力が入るぐらい、なかなかいろんなバラエティ番組とかも出つつ、そういう場に慣れてきて、そうですね、今はね、もう本当に面白いですよね。また私が好きなのは、元大碇の株田真方の解説はね、関西の京都弁みたいな、ね、ちょっとそういうアクセントで喋りながら、決まり手係とかしてあるんで、すごいこう視点がね、うまいですよ。そうですね、ですね、そしたら、まだまだね、兜山親方にしても荒磯親方にしても、これから協会で活躍が期待されるんですけども、定年退職されてきた時には、ぜひね、そういう NHK まあそれまで私たちが生きてるかどうかはまだ分かんないですけどもね、あんまり喋らないような雰囲気でも、規制の里でもそうじゃないですか、横綱時代は横綱を張ってるから、どっちかって言ったらこう、まっとこうね、もうこっちないですよね、一緒ですよ、あそこに座ったら、なんかこうちょっと砕けて、なんか面白いような解説、うよう喋る、うまい喋り方、滑らかですよ、面白い視点でね、いろんな話期待したいなと思います、相撲ももちろんですけど、解説者の解説っていうところにも目を向けたいなというふうに思ってます、ね、本日もありがとうございました。また次回。さよなら。